こんにちは。田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家とか、ライターとか、リサーチャーとか、翻訳やらせていただいているんですけれども、今日はですね、マッチングアプリについて語ってみたいと思います。あらかじめ申し上げておきますと、私、マッチングアプリを一度も使ったことが生涯においてありません。なので、 もしかしたら、えー、偏見であるとか、えー、たくさん入っているかもしれないんですけれども、えー、そのあたりは私一個人の意見としてお受け止めいただければと、えー、思います、えーまあ。そうですね、この動画でもしかしたら結婚相談所の方にも触れさせていただくかもしれないんですけど、ちなみに私両方とも使ったことがなくって、まあ、その上で語らせていただきたいなと思うんですけれども、 ま,あまず大前提として、今、出会いのツールっていうものが、あのマッチングアプリでも、結婚相談所でも、なんか、増えてきているっていうのは、すごく良いこと、良いことなんじゃないかなと思っております。まあ、えー、まあ、いろんな、えこれまでのコミュニティでは、なかった、出会えなかったような人たちと出会えたりというか、まあ、恋愛したいであるとか、友達作るとかでも全然いいんですけれども、そういった可能性が増えている、そのマッチングアプリやらっていうことで、増えているっていうことだったら、 まあえー、ある意味その、えー、すごいいいなと思うんですけれども、えー、その一方で何ていうか選択肢が逆に増えすぎてしまうことの弊害ってないかなって僕自身はすごい思うんですね何ていうかそのまあ僕がこれまでに出会えなかった人と出会えるみたいなことを申し上げたと思うんですけれどもただ そのあまりにもその,その出会えなか本来出会えなかった人たちと出会えるっていうことはあまりにその幅が広がりすぎてその本当は自分にとって誰がいいんだろうっていうのがなんか次から次へと出てくると思うんで分かりづらくなっちゃうんじゃないかなって思うんですよ。 あの昔はそ,のそれこそあのお見合い、えー、僕がもっと生まれる前、えー、私の父親母親世代ももっと生まれる,生まれる前まではその、えー、お見合いっていうのが主流であの親が結婚相手を決めるみたいなのが、えー、普通だったらしいんですけれども、まあ、それが高度経済成長期から、えー、恋愛結婚っていうのが主流になってきて今それが主流になってきていると、えー、いうことなんですけれども。 まあえー、そもそもその、えー、近所にその近所であるとか親とかに、えー、そういった役割の人がいて、えー、それであの料金を引き合わせて結婚するっていうのが、えー、流れだったということだったそうなんですけれどもまあ、えー、なのでその選択肢があらかじめそんなに多くなかったともしあのあの高度経済成長期で恋愛結婚が主流になっていた世代でもあの選択肢はネットとかで探すことができなかったんで。 あらかじめその自分がリアルで出会える範囲の人たちに自ずと限定されていくんって言ったのが苦痛だったと思うんですね。職場であるとか学生時代の友達であるとか、まあえー、仕事上のつながりで出会ったとかでも、えーまあ、そんな感じであの、まあ、親戚、界隈とかでも全然いいんですけれどもなんかそういった、えー、あらかじめその配られた与えられた選択肢の、えー、限定された選択肢の中で選ぶっていうのが。 お互いを選ぶっていうのは普通だったと思うんですけれども今その逆にあの幅が広がりすぎちゃってて本当にもうあの逆に選択肢が多いと人ってやることが分からなくなると思うんですよその恋愛とかじゃなくても。まあ一日自由にしていいですよって言われるとえ何しようみたいな。 それが1日とかだったら全然いいんですけれどももう365日ずっとフリーですえーみたいなことになったらえじゃあやることがおやることいっぱいあるけど何したらいいかわからないっていうような逆にそういう状況になるのと似てるんじゃないかなと僕自身はその思っててそのまあやっぱりその ある程度そのスペックと写真とかで僕はちょっとわからないんであの憶測で話してるんですけどもでそこで選ぶっていうことになると思うんですがそこにそのパーソナリティというかその人間性っていうのが全然見えてこないんでそのでしかも同じようなレンジの人たちがたくさんいるわけじゃないですか年齢であれ年収であれとか容姿もなんか似てる人は似て,る似てますしたくさんいるんでその中でその ピックアップして複数デート行ってってなってくると僕は器用な方じゃないんでちょっと器用な方じゃないのもあるかもしれないんですけれどもなんかそれがそ,うやそれをやりながらたくさんやりながら正しい人を選ぶ正しいっていう方は合ってるかどうか分かんないあの自分に合う人を選ぶ本当に合う人を選ぶっていうのになってくると それはすごい大変なんじゃないかなと思っていてまあその限定された選択肢の中で自分に合う合わない自分に合う人がちゃんと出てくるかどうかっていうのもまたそれは違う話だとは思うんですけどもまあただですねその選択肢が多いと逆にその簡単に人を切ることができるっていうえことになってしまうと思うんですよちょっと気に入らなかったらはいダメちょっと気に入らなかったらはいダメみたいな形になってしまうと何というか まあ僕の少ない経験で語るのはすごいおこがましい部分もあるんであんまり参考にならないかもしれないということは重々承知しておきながら言うんですけれどもまあえまあちゃんとしたこれ別に恋愛だ,とかじゃだけじゃなくって人間関係づくりとか結婚とかでもそうなんですけれどもまあそれを含めた友人でも全然そうなんですけれどもまあ一朝一夕には相手のことってわからないなって思っていて。 まあそれを相手のことをちゃんと真に理解したりとかあこれを望んでいるんだとか自分はこうしたいんだっていうのをお互い分かってもらうのっていうの分かってもらったりとか相手の本当に嫌な部分相手の本当に素敵な部分っていうのが見えてくるのってやっぱりそれなりの時間がかかるしあのずれとかお互いのずれとか思い違いとかすれ違い そういったものを共有していって経験していってその上で年数をかけながら徐々に見えていくことだとだ思うんですよなのでそのすぐにこうよりどりみどりの中で選んでしまうとあすぐダメこれダメすぐダメこれダメこの人はいいこの人はダメこの人はダメこの人はダメ,はダメみたいなつ繋がやってっちゃうともうあのー、そういった相手をちゃんと え深く理解するっていうそのこれすごい人間として大切なことだと思うんですけれどもえそういう時間がえかけられないままえ過ごしてっちゃうことになっちゃうんでなあの本当の人の魅力っていうのに気づかない状況になっちゃうんじゃないかなと思うんですえなのでそうですねマッチングアプリっていうのになるやると逆に 選択肢が多いがゆえにチャンスを逃す人とか、えー、ちゃんとした人を見極めない見極められないみたいな逆にその、えー、恋愛したいと思って結婚したいと思って入った人たちがそれは入会した人たちが逆にうまくいかなくなるパターンって多いんじゃないかなって僕自身はすごく思っていることなんですね。まあえー、すごいそれが好きでやられてる方には、えー、申し訳ないんですけれども。 えー、そんなふうに思うところは、えー、ありますあとはですねやっぱりそういった、えー、見えてるスペック部分みたいなところで、えー、戦う、えー、戦うというかあのそこで人相手を見つけるっていうのはこれは結婚相談所さんでも言えることだと思うんですけどそこが合わない人って絶対いると思うんでなんていうかその例えば、えー、あまりその年齢が行き過ぎちゃってるやるとか、えーまあ、年齢の割にはちょっと年収が高くないとか。 そういった部分ってそのやっぱりマッチングアプリとか結婚相談によってすごくシビアに見られるそうなんですね。えー、なのでまあそういった方々は別に無理してそこでえなんか活動しようとしなくてもいいんじゃないかなと思うしもしそ,のそこで頑張りたいんだったらそのまず自分に足りないっていう部分をえまあ補う努力とかって必要になってくるんじゃないかなと思うし。 まあそれを僕的にはそれをしていく過程の中でいやこれ本当にあのそんなのないって思うかもしれないですけどもそういったその自分の欠点を補っていくとか自分を高めていく中で必然とん、あのー、自分にふさわしいというかえ自分がえこの人を好きだ相手に好きだって思ってもらえるっていう人に出会えるんじゃないかなって僕自身は思うところがあるんですね。 それはまあ、えー、本当に数少ない僕の経験によってもそういう思うところはあるんですけれども、えー、まあだからその、まあ、無理して焦って恋人、えー、とか、えー、結婚相手とか、えー、なんかこうごめんなさい年齢的にそういう人なもうそ焦っちゃうっていう人もいるかもしれないんですけれどもまあそういうふうになんかそう、えー、厳しい市場であえて厳しいことをやって で、まあ、選択肢が多い中で誰を選ぶかいいわわかんないみたいにならない方が逆に僕はいいんじゃないかなと思うんで、まあ、その上でその利用される方はえ利用した方がいいのかなと私はちょっとあのおじさんの考えで申し訳ないんですけども、そういうふうに思っております。この動画がもし良いと思った方は登録の方よろしくお願いします。じゃあご視聴いただいてありがとうございました。それでは。